ザ・テレビジョンの YouTube チャンネルをご覧の皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。三上隆二役の免除健太郎です。はい。ということで、舞台ワールド、ランド・フォー・ザ・サン。前回のチェンジ・ザ・スカイに引き続き2作目ということになっておりますが、僕の演じている三上隆二というのは、そうですね、過去に個人育ちなんですけど、その個人で、すごく面倒を見てくれた先生の殺害事件をパーティーに復讐の価値を中心にそんなわけなんですけど、前回の作品で、まあ、その物語で終わりではないですけど、自分が復讐をしたかった相手が逮捕する、その後の物語、すごく今回なんですか、その宇宙主演変わらないものはあるんですけど、変わってる部分とか、そういう部分、だから人間として葛藤しながらも変わって生きているっていう部分をぜひいただきたいなと思う次第でございます、はい、皆様、この世の中にいろんな情報があると思うんですけど、なんかふとこの物語を見た後にニュース番組などを見たら、本当に目に映るものが真実なのかなと思うような、そんなストーリーになっております、はい、なので答えを出してほしいなってことはないんですけれども、皆様本当に目に映るものが全て確かなものなのか、そんなことをふとでも考えていただけたらなと思います。ワールド・ラン・フォー・ザ・サン、9月3日から11日まで国民共済広告ホールスペースゼロにて、上演いたします。皆様のご来場楽しみにお待ちしております。皆さんこんにちは、舞台ワールド・ラン・フォー・ザ・サン相沢健二役で出演させていただきます杉江大志です。そうですね、この作品は前回のチェンジ・ザ・スカイから続編になってるんですけど、前作ではそうですね、なんか壮絶な思いを持った人たちが、すごく大変なことを犯しまして、僕自身の役はですね、最後殺人教唆という役で、捕まったというところでお話が終わったその続編になります。なので、今回はね、捕まっているところからスタートするんですけど、この相沢健二という役は前回も思いましたけど、すごく複雑な役どころで、主演の免除を演じる三上隆二とはすごくちょっと、同じ境遇でありながら正反対のところで、悩み苦しんでいた青年であります。そんな彼が、今ローに入って、自分というものを今回の作品ですごく見つめ直していく中で、人というものと国っていうものと、であと生きるとか幸せとかっていうものをすごく考えているなと、台本を読んで思いました。それは多分見に来てくださる皆さんも一緒に考えてもらえることなんじゃないかなと思っております。その他にもこの作品はたくさんメッセージがあって、見てくださる方それぞれによって多分たくさんの受け取り方が、一人一人持って帰るものが違うと思うんですけど、その違うことがすごく、大事なことだなと思いますし、人との違いとか、自分の考えを大切にするとか、その中で人を受け入れるとか、自分の価値観をしっかり持ちながら人の価値観を受け入れていくこと、人と人とのなんていうか向き合い方みたいなところに問いかけてくれる作品になっていると思います。ちょっと立ち止まって自分のことを振り返ってみたいなとかっていう方はぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。舞台ワールド・ラン・フォー・ザ・サン、9月3日から9月11日まで国民共済コープホールスペースゼロにて上演いたします。皆様ご来場お待ちしております。飯島くるみ役の佐々木ゆかりです。くるみは18年前に起きた奥多摩孤児院殺人事件で大切な姉を
失ってしまいました。そこから18年間ずっと闇の中を歩いて生き続けて、そうですね、この闇が向かわれたらいいなって思いますし、本当にその、まあ、捕まってしまったところからなんですけれども、そのくるみなりの正義だったり、そういうものを皆さんに感じていただけたらなと思っています。舞台ワールドランフォーザサンは9月3日から11日まで国民共済コープホールスペースゼロにて上演いたします。皆様のご来場お待ちしています。